ルカヤの30のリサーチを担当している翔です。 4D ガイダンスシステムの開発にあたって私たちは視点を大きく変えました。具体的にはランニングの始めだけじゃなくってその変化に着目して研究を進めてきました。どのように変化するかというと、長くランニングを続けていると姿勢や接地の角度、関節の可動域が変わってくることが分かりました。より具体的に言うと、姿勢はこう前傾していって着地はヒールの着地からミッドフットの着地に変化していく。でこれらの変化に合わせて 4D ガイダンスシステムをアダプティブにサポートするように設計していきました。例えば接地のスムーズさでいうと、こちらのこのヒールの構造ですとか、幅広のミッドソール、そしてアーチの倒れ込みを支えるようなミッドフットの構造、これら全てを合わせてボディガイダンスシステムを私たちは設計してきました。